紹介する商品こちら、ドンウォンのリチャムランチョンミートです。この商品は9月1週目の購入品まとめ動画で紹介したものになります。ちょうど1週目にクーポン出ておりまして、通常価格2198円のところ400円オフの1798円で購入しております。もともとね、コストコにはフォーメル社のスパムですね、ポークランチョンミートレッソルトタイプになりますが、これがね、缶詰コーナー行くと目立つところにね、だいたいいつも置いてるっていうような状態で、ずっとねこのランチョンミートはスパムしか並んでないっていう感じでした。そんな中登場したのがこのリチャムという韓国の食品メーカーなんですけど、新キャラとしてね登場しました。はい、この6缶1組でこういった厚紙で、梱包されているところとか、この商品の外見なんかもかなり本家に寄せてきてるような気がします。横に並べてみるとこんな感じなんですけど、このデザイン的にもね、そっくりだし、あと内容量もね一緒なんですよね。 340g。 スパムの方はプルタブがついてまして、リチャムはプラスチックの蓋がついてます。どちらも開封するときは缶切りいらないんですけど、リチャムの方はこのプラスチックの蓋がついてる分、なんか別容器に移して保管とかってい う手間をね、カットすることができそうです。ちなみにこの蓋はスパムに入っとか入った入りました。めちゃめちゃぴったり入ってる。リチャムの蓋がスパムで使えるってことは、もう缶のサイズまで、寄せてるんでしょうね。はい、ということで今回はですね、こちらのリチャムとスパム減塩バージョンになりますが、こちらもちょっと比較していこうかなと思います。それではちょっと開封していきます。こちらリチャムです。こちらスパム。ということで中身出してみたんですけど、パッと見一緒です。で、香りもね、なんかツナ缶じゃないけど、まあ、こういったランチョンミート系の匂いがね、開封した瞬間にするんですけど、明らかに違うなっていうのがこの中に入ってる汁ですね。リチャム汁の方が多い感じします。スパム汁はリチャム汁の2分の1ぐらいですかね。であとはね、違うとこほとんどないかなって感じです。でどちらも内容量 340g で変わらないんですけど、カロリーとかね、ちょっと差があります。こちらのスパム缶は 100g あたり 303kcal になります。で、リチャムは 100g あたり 267kcal ですね。まあ、同じ量なんでリチャムの方がヘルシーっていう感じになるんですけど、あと一つポイントがありまして、食塩相当量ですね。リチャムはね、パッケージの方にもしょっぱくないからヘルシーで美味しいというフレーズがありまして、100g あたりの食塩相当量が 1.7g ってなってます。で一方こちらの減塩スパムですね、 25% 塩分カットしてますよっていう、こちらの減塩スパムなんですが、 100g あたり 1.88g の食塩相当量になってますので、この 0.18g の差っていうのがあるんですが、まあ、なるべく日頃から塩分削っていきたいっていう、塩分こうコントロールされてる方はリチャムの方がね、食べやすいじゃないかなと思います。とりあえずこのまま食べてね、味チェックしてみますかね。そしたらまずリチャムの方から、うん、うまい。全然このままでも食べれますね。こういうね、加工系の食品って火を通さないで食べるのにちょっと抵抗があるんですけど、全然普通に美味しいです。このまま食べてしょっぱいとは感じないですね。程よい塩かけ。続いてスパム。うん、うん、減塩スパムの方がねしょっぱい。
減塩でこんだけしょっぱかったら普通のスパムってもう海水ぐらいしょっぱいじゃん。うん、スパムの方も美味しいですけど、数値上の差で言うと 100g あたり 0.18g の塩分量の差なんですが、思った以上にその差って結構あるなと思いました。食べやすさ、好きさ加減で言ったらリチャムの方が食べやすい感じします。食感は本当一緒、もっと明らかな差があるのかと思いきや、一緒。どういう食べ方するかにもよると思うんですけど、このままの状態で食べ比べてみた結果、リチャムの方が食べやすいですね。パッケージにあるこのしょっぱくないからヘルシーで美味しいっていうフレーズ通りだと思います。しょっぱいっていう表現結構ネガティブな感じも含んでると思うんですよね。ちゃんと塩味はついていて、その嫌な感じがしない、ちょうどいい、ちょうどいいです。しょっぱいものを食べた時ってこうした時もしょっぱいじゃないですか、結構残るじゃないですか。こっちのスパムは減塩仕様なんだけど、まあそれがあるっていう感じですね。塩味が優しい分、このミートの部分、ランチョンミートの部分の味っていうのをしっかり感じやすい気がしました。はい、続いて焼きで、食べ比べしてみます。ということで焼き上がりました。それではね、食べ比べしてみます。まずはリチャムから。うん、うまい。やっぱ焼くと油が出て、焼き目もねしっかりついて香ばしくなって美味しいです。続いてスパム。やっぱスパムもね焼いた方が美味しいです。ただ塩分はね、きつく感じますね。この減塩スパム単体で食べた時にはこのしょっぱさって多分こんなもんだろうなぐらいで気づかないんですけど、塩味が優しいリチャムとね食べ比べるとその差は結構感じますね。こっちのスパムもね焼いた方が好きですね。これ系の食べ物焼いて食べんとってい なんか先入観みたいなのがあったんですけど、もちろんね焼いて食べた方が好きなんですけど、普通に食べた時も美味しかったんで、ツナ缶の代わりみたいな感じでも、ね、サラダとかにね和える分とかだと焼かずにそのまま細かくしたやつを入れるっていう使い方もできそうな感じで、それが意外でした。ということで今回はコストコで購入したリチャムですね、それと減塩スパムと比較もしてみました。そのままの状態と焼いたバージョンで食べ比べしてみたんですけど、味自体は一緒に感じたんですよね。で、明確に違うなっていうのがこの塩分量。リチャムの方が本当そのままパクパク食べやすい塩加減で、こっちはね何かご飯と一緒にとか塩分が和らぐような要素と一緒に食べないとちょっとしょっぱいなっていうくらいの塩分の強さですね。こっち減塩のはずなんですけど、減塩したスパムでさえリチャムよりしょっぱいっていう状態ですね。この2つでね 100g あたりの塩分相当量、食塩相当量は 0.18g しかないんですけど、その差以上になんか味の違いっ
しょっぱさの違いっていうのは感じましたね。リチャムの方が食べやすくて個人的には好きです。はい。でリチャムを買うメリットとしてはこちらのプラスチックの外蓋がついてるんで、開封後もまたこういう風にパチッと閉めておけば、これがねどんだけ持つか分かんないんですけど、まあ、簡易的な保存方法を1週間ぐらいで使い切るっていう場合だと、まあ、安心感はありますよね。こっちはね開きっぱなしになるんで、ジップロックコンテナとかに詰め替えるか、なんかラップして輪ゴムで留めてみたいな感じになっちゃって、見た目もね悪いですし、リチャムの方が開封後のことも考えて一応用意されてるなっていう点ではすごく好印象な感じです。まあ、パッケージの方にもですね、リチャムマヨ丼とか、あとはこっちのねこちらの厚紙の方にも3つレシピ載ってまして、リチャムエッグ焼き、リチャムの太巻き、リチャムのアボカドサラダとかですね、なんかいろいろ美味しそうなレシピありますんで、ちょっと試してみようかなと思います。はい。これまでコストコでこっちのねスパムミート評判いいけど買って食べたらちょっとしょっぱくて、ちょっとなみたいな方はこのリチャムだったらね美味しく食べれるかと思いますので、もし機会があればお試しください。海苔と卵と、あと海苔黒マヨネーズですね、リチャム結びをちょっと作ってみました。うん、ご飯に合う、塩加減もちょうどいいですね。なんかスパムの方がいい場面もあると思うんですよね。生野菜とかをたくさんなんか一緒に食べるみたいな場面だと、もう少し塩味効いてた方がバランスが良くなると思います。まあ、好みですけどね。リチャムとスパム今こんな感じなんですけど、まあ、このまんまねこの缶を使って保管するのもよしですが、もう使う大きさに切って、あとはジップロックコンテナとかに入れておこうかなと思います。やっぱね、言っても缶なんでさっさと捨ててしまいたいなっていうのがありますんで、こっちはねスパム缶なんですけど、どちらも中こんな感じで白いコーティングされてまして、フルーツの缶詰みたいにちょっと金属臭がするみたいな感じはないんですよね。なんで、まあ、これね詰め直して保管するのでも全然いいかなと思います。うん、もしおすすめの食べ方ありましたらぜひコメントで教えていただけると助かります。今回ね食べてみた感想としては、すごいストック食材としていいんじゃないかなと思ってます。ただ買うタイミングも結構重要かなと思ってて、この商品コストコに登場してまだ間もないんですけど、少なくとも2回はねクーポンになってます。しかも値引きが400円、なので、まあ、商品自体もともとの価格は2200円ぐらいしてちょっと高めなんですけど、それでも400円オフっていうクーポンの値引き幅的には結構大きいので、この商品急ぎで欲しいっていうのじゃなければね、また次のクーポン出るのを狙って、買った方がいいのかなと思います。400円オフの商品ね10個買ったら年会費回収できる計算になっちゃうんで、食料品でクーポンの値引き幅だいたい100円200円、結構いっても300円とかが多いんですよね。なので購入検討されている方はぜひクーポン狙ってみてください。
ということで今回の動画は以上でございます。こんな感じでコストコで買ったものの紹介の動画いろいろ出しております。他にもね、なんかニトリで買ったものとかガジェットとかレビュー動画を中心に終始5本ペースで更新してますので、よければチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram やってますので、そちらのフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。